総社中継局は、岡山県総社市の伊藤桃山にある、アナログテレビジョン放送の重要中継局である。この中継局の電波法に定める放送区域は、岡山県総社市、倉敷市及び、岡山市の各一部。具体的には、西は、総社市、釧路地区の総社西省付近まで、東は、岡山市足森地区中心部や高松地区平山まで、南は、 倉敷島備地区、辻田、河辺のいずれも平野部にあたる。ただし、この中継局から参院になる足森駅一帯は放送区域には入っていない。この中継局がカバーする総社市平野部のほぼ全域では、近鉱山送信所も同じく放送区域としており、双方とも受信が可能である。総社局は出力が小さいが設置場所が、 総社市内であるため距離が近く、金鉱山は設置場所が岡山市南区、玉野市境であるため距離が遠いが出力が大きい。岡山県総社市下原の航空写真。中央左に見えるのが、伊藤部山この中継局もデジタル放送開始に、合わせて、全国的に行われた現行アナログチャンネルの移行、いわゆる、アナアナ変換の対象となった。 2004年10月より対策を開始、翌年2005年4月18日に、旧チャンネルを停破し、新チャンネルに移行した。対象となったアナログチャンネルは、NHK 総合、NHK 教育、RNC 西日本放送及び、TSC テレビ瀬戸内の4波。対策世帯は、総社市、岡山市、倉敷市、真備町、船尾町、西音村及び、 山手村の各一部約8600世帯。このうち岡山北局等のチャンネル変更に関連する受信対策で同年8月15日から対策を開始していた世帯は230世帯。停波した旧アナログチャンネルのうち 21CH は岡山近郊山親局や周辺大規模中継局で RSKS 採用放送のデジタルチャンネルとして使用されている。 この中継局のデジタル化は2010年12月であった。地上デジタルテレビ放送は、金鉱山送信所が2006年12月1日から開始しており、そこを受信する世帯やアンテナの向きを調整して、金鉱山を受信すれば視聴が可能である。総者局のデジタル放送は2010年12月に開局であるため、そこを受信する世帯が、地上デジタル放送が、 視聴可能になるのはそれ以後になる。ただし、主として操者局を受信している世帯でも、UHF アンテナの一つが、金鉱山に向けられていたり、そうでなくとも、アンテナの向きによっては、操者局にアンテナを向けたままでも、金鉱山の電波が入る場合もある。中継局は、操縦市と倉敷市の境に位置する、伊もぶ山の東側ピークに存在する。ありがとうございます。